だね、まだするかもしれないね。どうぞ。いいえ、いいえ、どうぞ。奥様もよかった。いいですか、じゃあまた送り返しますので。自分で。ありがとうございます。国外協力も含め、前向きに検討できるという考えも。リのおしっこの匂いいっぱいするでしょ。洗ってないからまだ、うん、まだ洗ってないからリのおしっこの匂いいっぱいするでしょ。リ、うん、の匂いするでしょっていうの。リの匂いするでしょ。あ、こういうね、こういうことないアメリカにね。バナナも。バナナ置いてある。あ、バナナ、おばあさんが好きだから。誰が？おばあちゃん、母が。あ、ほんと？うん、おやつ？お供え物。お供え物。で、これはリリちゃんでっていう。ね、匂う？ね、匂うでしょ、マギさん。リリの匂いすごくするでしょ。ごめんね、臭くて。ごめんね。うん、全然。うん、それリリのやつよ。リリがこんな感じ。リリの写真もあるね。うん、はい、それリリのトイレ。匂うでしょう。いいよ、マギさん入っていいよ。あんたにはちょっとちっちゃいな。マギさんにはトイレあるから小さいか、あげるの。トイレもちっちゃいし、針もちっちゃいし。リの匂いがするらしい。探検中。あ、これなんていうの、これ。ん？これ。これね、木魚。あれ好きね。一回か中古のやつ買ってお父さんにあげた昔。中古のやつ買って？うん。うん、ボス。コンコンコンポンポンポン。うん、いつもね、ごめんね。お風呂入る前にね、一応ハイニア神経ってやってんのよね、こういうやつね。面白い。これだね、リリがね、いい音がするね。壊しちゃったのよ。本当？今度頭を。だからこれ新しいやつ。すいませんね、この。いえいえ。余計な。お世話でしょ、僕。でも面白い、本当に。リリの写真ですね。いないよ、お前さん。箱に入ってる。いろいろね。ママ帰ってっちゃった、お家へ。ママ無視して帰ってった。どうしますか、また犬飼いますか。もう飼わない。もう私がひょっとして入院したりするとかわいそうだから、もう飼わない。かわいない。これ何ヶ月だった？これ、生まれて2ヶ月。まだどうだろう、800グラムぐらいの時。真っ黒だったのね。ありがとうございます。